ギタドラオーバードライブ XG デラックスキャビネットにて稼働ギタドラ XG にスタンダードキャビネットにて稼働ギタドラは2013年2月14日よりコナミアミューズメントが発売しているギタードラムシミュレーションの音楽ゲームであるギタドラギターフリークスとギタドラドラムニアの2作品で構成されるビーマニシリーズの一つである2010年3月に稼働した ギターフリークスクスグドラムニアックスグの光景であり、同一の筐体を用いている。なお、本作の前身である XG シリーズや従来のギターフリークスドラムニアシリーズについても、両筐体を総称してギタドラと呼ばれることがあった。また、キーボードマニア稼働時は3作を総称してギタドラキーと呼ばれることもあった。本校では、主に新筐体と呼ばれる。 XG シリーズとギタドラについて解説する。旧筐体についてはギターフリークスドラムニアの各記事を参照。ギターフリークスドラムニアシリーズから筐体を大幅にグレードアップし、それぞれに新しい入力デバイスが追加されより複雑な演奏を可能にした。従来シリーズがギタドラ V シリーズとひとまとめに通称されていたことから XG シリーズもユーザー。 開発スタッフ両者からギタドラ XG と呼ばれることが多い。XG シリーズ2作目までは V シリーズも並行して展開されていたが V シリーズは2011年稼働開始の V8 でシリーズ完結となった。筐体は従来シリーズのブラウン管スクエアモニターから液晶ワイドモニターへ変更されており画面操作用のボタンも上下左右決定。 ヘルプの6ボタンが搭載された。ギタドラギターフリークスでは、筐体の左右に、大型スピーカーユニット。ギタドラドラムニアでは、筐体下部に振動パネルとステージを模した支柱が、設置されている。これらを排した小型筐体も後に発売された。クレジットを投入し、スタートボタンを押す。セッションプレイの選択を行う。E、アミューズメントパスを使用する場合、 支払い方法の選択曲を選ぶプレイする結果の表示ゲーム終了後これまで3つの筐体が出ており大きさやシステムが違っているギターフリークスドラムニアの項目も参照されたいギターフリークスくすぐギターデバイスはネックボタンが RGB の3つから RGBYP の5つに増えネック部分も細く変更されている5つのボタンを握りながら 同時に押さえることはできないので、実際のギターでフレット移動するようにプレイしなければならない譜面も出現。r b p ボタンには表面に突起部分があるので、目視せずとも押さえている、ボタン位置が分かりやすくなっている。デラックスキャビネットに限り、エフェクトはギターデバイスのエフェクターノブで強さを設定し、新たに足で操作する、フットスイッチ3つと合うペダルが登場した。 また、ゲーム中新たに登場する、ロングノーツで、ネックボタンを押している間は、ギター音にビブラートがかかる。ワイリングは、従来の上方向に加えて、下方向、前後方向が追加された。また、デラックスキャビネットの場合、ワイリング成功時に、ギター本体が振動する。ドラムニアックスグドラムデバイスは、ハイハットスネアバスドラム、ハイタムロータムシンバルの構成に、 レフトシンバル、レフトペダル、フロアタムの3つのデバイスが追加され、レフトシンバル、ハイハットレフトペダル、スネアライトペダル、ハイタムロータム、フロアタム、シンバルという構成になった。これにより、ツーバスパートやより、複雑なタムワーク、ハイハットペダルでのリズムキープなどが、譜面に登場するようになった。デラックスキャビネットに限り、曲中登場する。 ボーナスノーツを叩いた際には振動パネルが作動する。一つの楽曲に対し、ベーシック・アドバンスとエクストリームの3タイプが必ず存在し、ボス曲など一部の楽曲にはさらに最高難易度である、マスターフ面が存在する。また、ギターフリークス側では、ギターパートとベースパートの2つが切り替え可能で、従来のオープンピックパートが廃止された代わりに、 ギターベースパートにもオープンのオーツが登場するようになった。シリーズが進むにつれて徐々に緩和されているが、ギター側のオープンノーツ、ドラム側のレフトペダルのオーツは低難易度譜面では出現しないようになっている。ただし、ギター側の P ノのーツは低難易度譜面でも一部の曲で出現する。各ノーツの使用率は選曲画面でグラフ化されている。レベル表記は、 従来の99段階表記から1.00から9.99までの小数点込み表記へと変更され、ギタドラで一モーダ人のマスターが史上初の9.99に指定された。基本的には難易度は1.00から始まり0.05刻みである。2014年現在も従来シリーズの楽曲は一部のみプレイ可能である。初代。 XG 稼働初期ではわずか50曲程度の収録に止まったが、度重なるアップデートやイベントで110曲程度を追加収録し、XG に以降も段階的に移植が進んでいる。ロングバージョン楽曲はギタドラオーバードライブで初めて移植された。XG にまでは従来シリーズとほとんど同じデバイス構成。 難度数値表記で遊べるクラシックモードが存在し、平行を稼働していた V シリーズの楽曲を全て遊ぶことができた。X チェーン以降、従来シリーズの一部譜面がクラシック譜面として再収録されるようになった。これまでの作品同様、プレイヤーの技量を示す指標としてスキルポイントが設定されている。曲ごとのスキルポイントは以下の式に基づき決定される。 達成率は、各譜面でどれだけ正確に叩けたかを示し、すべて最高評価の、パーフェクトで、フルコンボを達成した際に100%となる。重みは、パーフェクト評価の場合85%、最大コンボ数が5%、フレーズコンボ成功率が10%である。前述の式に基づきスキルを計算するととなる。なお、スキルポイントは、少数点以下。 第2位まで算出される。また、演奏に失敗した場合は、達成率に関わらず0ポイントとなるほか、オートなどを使用した場合0.5倍、もしくは0倍の倍率がかけられる。一曲に設定されている譜面ごとにスキルポイントは管理されるが、その中で一番高いスキルポイントのみがその曲のスキルとカウントされる。そのため、別譜面で、 高いスキルポイントを獲得すると高い方のスキルポイントが設定される。ただし難易度と達成率次第では難易度が低い譜面の方が高ポイントとなる場合がある。以上をもとに。 各曲のスキルポイントを弾き出し、そのシリーズで初出となる新曲と過去に登場したことのある9曲の中で、それぞれスキルポイント上位25曲ずつ、計50曲の合計スキルポイントがそのプレイヤーの総スキルとして決定される。理論上は9.99の曲50曲をすべて100%でクリアした際の9990ポイントであるが、 難易度の設定上最高値は9000ポイント弱となっている。また、スキル対象外の曲を含めた全曲合計のスキルポイントは全曲スキルとして別に管理され、主に幅広くプレイしているかの指標となる。その時点のスキルに応じてネームプレートの色が変動する。1000ポイント未満は白で表示され、以降は獲得スキルにより代大器緑青。 紫赤同銀金虹色へと変わる。また、赤いかは下3桁が500未満の場合は、単色500以上の場合は、白とのグラデーションで表記される。スコアグラフに表示されるライバルやテンポトップとなるた、プレイヤーのスキルはこれによりある程度把握することができる。ただし、正確な現在のスキルを調べるには、イい,いアミューズメントで確認する必要がある。 2010年3月稼働。キャッチフレーズは U HOPE 2X グレードヒア。新曲は専用ビデオクリップがあるものと共通ムービーにアニメーションがついているものの2種類があった。セッション推奨キャンペーンが行われ、セッションすることでステージ数が増加したり、解禁楽曲が増えるボーナスがついた。オンライン対戦モード X バトルも存在したが、 筐体によってはゲームにならないほどの処理落ちが頻発し、稼働終了まで改善されなかった。稼働当初は3ステージ200円固定だったが、同年10月頃から100円設定にできるようになった。その設定ができるようになって、直後、100円設定にする店舗が全国的に見られた。2011年3月稼働。グルーブ2ライブのサブタイトルが熱く、 キャッチフレーズは、体で感じるグローブ。本作からバッセリー対応となった。グループ機能に重点が置かれており、グループメンバーが提示したミッションに挑戦したり、メンバーがプレイした楽曲のログを参照することで、隠し曲を無条件で遊ぶことができた。テンポ対抗、グループ対抗の公式大会も開催された。本作では、コナミオリジナル新曲にビデオクリップがなく、 オンラインプレイ要素が搭載されることもなかった。2012年2月稼働。キャッチフレーズは XG を始めよう。プレイ画面が大幅に変更、簡易化され、ビデオクリップではなく 3D アバターの演奏がメインビジュアルとなった。全曲を対象にしたオンラインマッチング機能を搭載し、ギタードラムかかわらず、最大3人までのオンライン同時プレイをサポート。 ただし、稼働途中よりリニューアルされ、マッチング機能の対象は毎日選出される30曲のみになった。しかしプレイヤー側の不評が相次いだ作品。クラシックモードの削除や処理落ち、ステージクリアしてもゲームオーバーになる、チェーンコンボシステム、ムービーの廃止などが問題となった。2013年2月14日稼働。キャッチフレーズは、僕らの青春、みんなのギタドラ。 XG シリーズの後継ではあるものの本作でその枠組みが外れたイメージキャラクターとして音部屋が登場している今作よりシステム用 OS が Windows XP Embedded からダンスエボリューションでも採用されている Windows Embedded Standard 7に変更されたプレイ要素は XG3 よりさらに簡略化され 3D アバターや オンラインマッチングといった前作の要素はほとんど削除された。問題になっていたバグなどが今作で大幅に改善されている。メインビジュアルはビデオクリップに戻り、V3 以前のクリップがほとんど削除されたが、V4 以降や XG シリーズ新規追加の HD クリップの画質は非常に向上している。また、一部楽曲についても専用ムービーが追加されている。 2013年7月10日の大型アップデートで、従来のエクストラステージアンコールステージがそれぞれ、アンコールステージ、プレミアムアンコール、ステージとして復活したほか、これらの進出条件が画面に表示されるようになったり、プレイを重ねることで徐々に緩和されるようになった。ウェーリングの横方向が廃止となりすべて上下のみになり、難易度種類の名称が、V シリーズ以前のものに戻った。 また、今作で発売された、新筐体のギター側はこれまでの二人、同時プレイ可能な仕様から一人プレイ専用の仕様に変更されている。判定仕様が、プアから OK になり、ゲージ増減なしに変更されている。2014年3月5日、稼働開始。ギタドラの続編で、ロング曲やバトルが復活した。後述のドライブフレアを獲得できる。 ドライブキャンペーンが追加された。特定テーマで選出された楽曲群やバトルやロング曲をプレイする一定以上の達成率やコンボ率、フルコンボを達成するなど多彩な条件が用意されている。2015年4月21日か働開し、今まで一部楽曲のみの搭載だったマスター譜面が基本的に新規楽曲では搭載されている。また、 前作で復活したロング曲は、新規楽曲に限りベース譜面も搭載するようになった。前作途中より、徐々に、フィーチャーされてきた三兄弟のキャラクターが今作では、全面に押されていて、ベアガーデンやイベントなど随所で登場する。またバンド、ひまわりパンチとして、楽曲も収録。新要素として、アドバイザースキル、プレイヤーボード、ベアガーデンが搭載された。 前作のドライブキャンペーンは、ベアガーデンで使用するトラブを獲得するためのトラブキャンペーンに名を変えて継続している。2016年12月14日、稼働開始。トライブーストのアップデートバージョンだが、スキルポイントが初期化されており、実質的な新作となっている。前作より、アドバイザースキル、ベアガーデンが廃止され、合わせて、ドライブフレアやトラブに相当するポイントも、 本作では集計されていない。その他に難易度値の見直しや、1ステージ感想保証が実施された。今回においては、スキルポイントによる、ネームカラーが変更され、1000.00から1499.99、が、代々ネームで、1500から1999.99、では、グラデーション化する。今作においては、定期開催イベントや、 おすそ分けハイタッチキャンペーンが話題となった。2017年9月6日、稼働開始。前回のトライ、ブンストリ、エボルブと同様、何度値が見直されている。今作においては、デラックスモードが追加された。内容は、従来のスタンダードモードと同じだが、デラックス解禁チャレンジフォルダが登場する。カスタマイズ設定で、フレーム表示やムービー表示も追加されている。 また、フレーズコンボシステムが追加され、A メロやサビなどのフレーズ単位でコンボを継続させた場合に、専用の演出と達成率へのボーナスが入るようになった。2018年9月12日稼働開始。キャッチフレーズは、体験は紡がれ、連鎖する。今作においては、過去作品を振り返るイベント強くのギタドラが話題となった。 XG 以来のクラシック譜面が復活している。2019年10月2日、稼働開始。キャッチフレーズは、次の世代にプラス、次のステージにプラス、選曲画面でのソート機能の実装や、ネクスタジウムと呼ばれる、課題曲の曲別スキルを競う大会イベントが、定期的に開催されている。ありがとうございます。